さんこんにちは。今日はですね、過去の動画でもご説明した通り、最近チックタックの練習をしております。で、僕が練習する中で気づいたコツだったりとか、どのように練習したか、練習方法についてお伝えしたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。なぜ今チックタックを練習しているのかなんですけれども、今は外出自粛期間でやりたいことができないような日々が続いていると思います。そんな中で、友達と遊びたい、キャンプ行きたい、バーベキューしたい、買い物したい、飲みたい、女の子と会ってわちゃわちゃしたい、つまんないつまんない、暇ってなってると思います。いや、ずっと家にいるとかマジ暇、かなりきつい。これいや、ちょっとだけだったらでも大丈夫だと思うんだよね。あ、そうだ、じゃあ渋谷かな、渋谷でちょっとだけ遊んじゃおうよ。え、渋谷？あ、渋谷ね。あ、いいね。まあ、いい。いや、でも今、外出自粛期間なのに、渋谷とか行って大丈夫なんかな。まあでも、ちょっとぐらいだったら大丈夫か。うん。オッケー。じゃあ渋谷行こう。それダメ。絶対ダメ。今は、みんなで我慢して、一日でも早く元通りの日常を取り戻しましょうって。ステイ。で、今できることを楽しもうということで、家の近くでベニーの練習をしておりました。この期間に今までできなかったことを一つでもできるようにしようと思いました。なので皆さんもその機会をチャンスと捉えて、今までできなかったことに挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、前振りが長くなりましたが、チックタックのコツ紹介したいと思います。で、ステップが3ステップに分かれます。ステップ1、チックタックの動きに慣れよう。こういう動きですね。ステップ2、腰の使い方に慣れよう。で、ステップ3が進む感覚に慣れようとなっております。はい、では早速ステップ1からやっていきたいと思います。で、ステップ1の動作については、ペニーのノーズ部分を上げて左右に振る動きになります。この動きに慣れるために、この動作を実践していきましょう。ステップ1がある程度できるようになってきたら、次はステップ2になります。で、こちらの動きは小さい頃にスポーツをやっていた方はやったことがあるかもしれない動きです。で、この動きで重要なのは腰の使い方になります。腰の使い方。ステップ2の感覚がある程度身についてきたら、次はほんの少し坂になっている場所を見つけて、そちらでチックタックをしてみます。その際はステップ1で身につけた動きとステップ2で身につけた感覚を意識してやってみます。そうすると坂のおかげで自然と前に進んでいくと思いますけれども、そこでチックタックの動きをした上で前に進む感覚を身につけます。ステップ3の感覚になれたら、平面の平らな場所でもやってみよう。そこまで来ればもう君も立派なチックトッカーさ。というわけで、本日はチックタックのコツについてお伝えしました。いかがだったでしょうか。で、皆さんもこのコツを意識してチックタック挑戦してみてください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。